はいおはようございますキャプテンアスのバイブルトークです、えー、今日六月の十八日金曜日ですね、えー、使徒の働きの十章の三十四から四十八まで、えー、ですあの三回にわたってねやってますけども、えー、こうカイザリアにいるコリコルネリオという人イタリア隊のね隊長、えー、その彼が 祈ってるときに、えー。あなたの祈りと施しは神の前に立ち上って覚えられています。ということで、この、えー、カイザーへのコルネリオと、えー、ペテロえー、っていう登場人物がねあ。あのペテロでね。出てきます。で、今日はそのペテロがそのね。あのー。 「いろんな動物をこう食べていいよ」って言われたところでな,なんでかなと思ったらそれが実はこのコルネリオのことだった異邦人に福音が伝えられるという大事なねそこだったということを聞いて、えー、その後のペ,レペテロのまあなてとうかねあれですよね、えー、こういうのなんて言うんだろう、えー、公,公表 <laughs> なんだろうね、えー、34節そこでペテロは口を開いてこう言ったこれで私ははっきり分かりました」と。ね ままとめます神はエコひいきをする方ではなくどこの国の人であっても神を恐れ正義を行う人は神に受け入れられますこれすごいことを言ってるんですね実は。神はエコひいきする方じゃなくてどこの国誰であっても受け入れられるんだつまりペテロはユダヤ人、ね、ユダヤ人は先民意識がありました、えー、この時もねあるわけですよ。異邦人ののことを本当にバカにしてただけどそのペテロは いやそんなことはない神様はあのユダヤ人だからといってエコひいきするんじゃなくて違法人に対してもどの国の人であっても神を恐れる人このね、えー、コルネリオコルネリウスのように神をあの恐れる人には、えー、神様は同じようにね分け隔でなく、えー、受,け入れられる受け入れるんだということが分かったとそれを言うわけです。えーで ね、神はイスラエルの子らに御言葉を送りイエス・キリストによって平和の福音を述べ伝えられました「このイエス・キリストは全ての人の主です」ということで、えー、イエス・キリストの、えー、この福音が伝わっていったんですけども「あなた方はヨハネの述べ伝えでバフテスマのあとガリラヤから始まってユダヤ全土に起こったことからをご存知ですと」とそれはナザロのイエスのことですということでイエスの福音が、えー、ガリラヤそしてユダヤ全体に広がっていく。 今日ねこれ全部読むとあれですのでまあそのことを福音のことを伝えてるんですがここで大事なことえまあイエスのね福音イエスがあの十字架にかかってそして三日目によみがえったということも書いてあるんですけども私気になったのがね「42節」「そしてイエスはご自分が生きてるものと死んだものとの 裁き主として神が定めた方であることを人々に述べ伝え、証しするように私たちに命じられましたっていうところがね、今回気になったんですね。今までそこそれ以外のところいろいろ見てたんですけども、この生きているものと死んだものの裁き主として神が定めた方っていうのが、これがね私の好きなあそこですよ。ナンバース、ビル・デソンのねメッセージでもありました。民数記16章48節。 えー、生きてる者と死んだ者との間に立った時神罰はやんだというねそのアロンが走ったっていうところなんですけどもそれがねここに来てその本物、ね、それがアロンのねその民族記の記事がそれがまた型だとするとその本当にね生きている者と死んだ者との間に立ってくださって裁き主になってくださるのはやっぱりイエス・キリスト。であれもねだからあの「ナンバーズの」のあの記事も 隠れ自殺だったのかな？っていうふうにね。今思ってちょっとね。あの嬉しいところを見つけました。えー、そして。あれですね。ここにも書いてありますね。43預言者たちもみんなイエスについて、この方を信じる者は誰でもその名によって罪の赦しが受けられると明かしています。ペトロがなおもこれらのことを話し続けていると御言葉を聞いていた。全ての人々に聖霊が下ったとあります。で、割礼を受けている信者でペテロと一緒に来た人たちは。 異邦人ににも精霊の賜物が注が注れたたことと驚いたと彼らが威厳を語り神を賛美するのを聞いたからであるするとペテロは言ったこの人たちが水でバプテスマを受けるのを誰が妨げることができるでしょうか私たちと同じように精霊を受けたのですからと、えー、でペテロはコルネルスたちに命じてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けさせた、えー、ということですけども使徒の働きのこのね あの中で聖霊がが下るというのが何回かありますえ1回目はこの最初の弟子たちのところですねあの2章のところでペンテコストの時に下りますで2回目がサマリアで聖霊が下るんですねで次にここです今日のところ「異邦人にも聖霊が下る」というふうにえこの人の働きの中で聖霊が下るという場面が 何段階かに分けて、えー、あります。この神様、最初はイスラエルの神でした。えー、イスラエルが選ばれて選、えー、民だったんですけども、この人の働きの中で、えー、新約の時代に、えー、この福音が伝わりながら、この聖霊もね、えー、下っていくと。そして福音がイエスが言った通りに。 ですよね、エルサレムユダヤサマリアの全土そして地の果てにまで私の証人となります、えー、それが使徒の働きでスタートしま,した,、えー、またねこの先も続きますけども、えー、ペテロピリポそしてこれからサウロパウロですね、えー、活躍していくところだと思います。 じゃあ今日はここまでにしたいと思いますそれではまたごきげんよう